とりあえず挑戦夢第1弾として今日の夜禁断の初挑戦、視聴者ソース感批判殺到大貧縮いな俺はやる禁断の ASMR。 来ました来ました皆さん。さあ炎上必至、炎上必至です。これやばいです。皆さん、あの期待は絶対にしないでください。これ先に言っとくけど、ふざけるから。うん、今ヤフーリアルタイム検索パッと見たら三枝明がトレンドに入っててさ、わっ三枝明トレンド入っとるやんけと思ってパッと開いて一番上に出てきたツイートをご紹介します。三枝明さん、 ASMR 配信はやめてください、はいね、ガチ拒否です。だがやる、やります。すいません、やります。最近8月ぐらいからですかね、なんかこう僕がエゴサーチをしているということを配信で言ってからですね、あのエゴサーチで引っかかり待ちみたいなツイートがたくさん、散見されるようになりまして、まあ、非常にありがたい反面、僕が見ることをお望みの、まあ、ツイートを散見するんですけども、当然見てます、はい、だが私は基本的に逆張り大好き人間なので、あのそのツイートを見ればそのツイートの逆をします。うん、だから皆さん、まんじゅう嫌い理論ですよね。あの本当にやってほしくないことはやってって言った方が多分いい。やらないではやります。で今言ったじゃないですか、僕こうやって僕逆バリバリっていうのはあるんですよ。また逆バリを逆バることがあるんで、あのみんながやってって言ったことを、あやってほしいんだって言ってそのままやります。はい、これこれ難しいですよ。これ最後詐欺な、これ攻略難しいですよ。その日のその時のコンディションで全然違うんで、はい、だからもう ASMR からはもう逃げれません。皆さん、嫌なら見るなって言葉あるじゃん、あの嫌でも見に来てください。必ず、あの今日この配信を見に来てくださって皆さん、あの嫌でも見に来てください。明日は何卒お願いします。大丈夫、損にはさせない、不快にはさせるかもしんないけど損はさせないんで。しょうがねえな、もうありがとう、みんなありがとう、ありがとうね、ありがとうね。